ってみましょう。じゃあ、はい、配信始まってます。ハッピーバースデートゥーユーです。はい、40歳なんで4本です。おめでとう。おお、豊泉さんは今日昼休みを潰して買いに行ってくれたケーキです。はい、さこさんおめでとう、愛してるよ、だって配信中、そうです、配信中です。そう、みんなで割って食べようかなって思って。いや、豊泉さんが配信してくださいよ、せっかくだし俺いいケーキ買ってきたんでって。何人いる ?1、2、3、4、5。いや、ええと思う。どこ置こうかな。あ、じゃあそこ置きますか。買ってくれました。あ、そっちじゃないです、豊泉さん。あっちあっちあっちの、はい、あっちのあのクリアケースの一番下段ですね。ちょっと直子そこ閉めておいて、開けっぱなし。みそぎで両断するってマジ。その箱の中です。その箱、はい、その中です。違う違う、そっちそっち、それです。その中に紙皿とフォーク入ってます。さあ、タコさんの何等分かな。 1、2、3、4、5、6、7、8等分かな。あれ、ガマさんどこ行ったんですか。ガマさんね、あの、帰った。あ、そうなんだ。手伝いだけ来てくれるの。8等分だから十字に切って、まずはさあ、さこさんのケーキ、ケーキカット上手にお願いします。そう、偶数人でよかったね。切れ味悪いからな。切れ味悪いし、あ、いちごが、いちご、いちご切ってからの方がいいと思うな。ああそう、それナイフがね、果物ナイフだから切れてるからな。対戦中の皆さんね、全く動じてないです、こちらには。普通に、普通に対戦中です。最高画質、さこさんの正確すぎる8等分、8等分。ぐちゃぐちゃになってまうって。どうですか？今4等分。はい、次8等分。キエーって言いながら切ってくださいだって。結構大変ですよね。言うんや。あ、美しい銀座のケーキがだんだんぐちゃぐちゃになってきた。ぐちゃ言うなよ。そう、ナイフが悪い。え、豊泉さんがだってナイフそれしかないって言うから、結構いいねカットだって言ってる。すげえちゃんと切るの、俺より前ですよ。うん、豊泉さんは結構ぐちゃっていく派だと思う。で、切れたかな。おいしそう。なんていうとこでしたっけ、豊泉さん。あ、それだ、ファウンドリー、ファウンドリー、ファウンドリー、なんか果物が、なんだっけ、旬の果物をなんか使って、うんうん、こうケーキとか、なんだっけ、タルトとかを作る。そう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 、果物がすごい。あ、あ、大変、割れた。切れてねえ、切れてなさそうだねっていう声が来たねって言われて、割と人気のところを、これ多分ファンドリー的にはあの事故だと思う。銀座のケーキなのにこんなぐちゃ。味変わらないですからね、食べたら一緒。本当はこれ見て、側面とかも綺麗なケーキだったんだけど、今見てって言ったけど、もう中身がぐじゅって出てた。大丈夫だって、腹に入れば一緒だよだって。あ、お店で切ってもらうと綺麗に切ってもらえますよだって。そんな技があるんですか。言えばよかった。これもんじゃ焼きかいって言われてる。パンドリーもびっくりの仕上がり。あ、おいしいの。これあのなんだっけ、このアマオ、アマオ、アマオのイチゴ、アマオっていうイチゴらしいですよ。どうかな、どう、イチゴと、うん、
ちごジャムが入ってる。いちごジャムも入ってんの。へえ。ジャムが